ここでは2010年におけるサッカー、日本代表の試合結果などについて記載する。2009年から2010年から2011年、岡田武史監督のもと、AFC アジアカップ2011予選、東アジアサッカー選手権2010などを戦い、2010FIFA ワールドカップでは、決勝トーナメント進出を果たし、最終順位は9位だった。岡田武史の退任後は、 アルベルト・ザッケローニが監督に就任し、親善試合を経て2011年開催の AFC、アジアカップ2011、コパ・アメリカ2011に臨むことになる。なお、ロンドンオリンピック出場を目指す U-21 代表では、関塚隆氏が A 代表コーチとの兼任で監督に就任。11月の広州アジア大会で優勝した。 勝利引き分け敗戦 AFC アジアカップ2011イエメン V 日本国際親善日本 V ベネズエラ東アジアサッカー選手権2012本 V 中国東アジアサッカー選手権2012本 V 香港東アジアサッカー選手権2012本 V 韓国 AFC アジアカップ2011日本 V バーレーン国際親善日本 V セルビア国際親善日本 V 韓国国際新前イングランド V 日本国際新前コートジボワール V 日本 2010FIFA ワールドカップグループ E 日本 V カメルーン 2010FIFA ワールドカップグループ E オランダ V 日本 2010FIFA ワールドカップグループ E デンマーク V 日本 2010FIFA ワールドカップ決勝トーナメントパラグアイ V 日本国際新前日本 V パラグアイ国際新前日本 V グアテマラ国際新前日本 VR 全人国最新全韓国 V 日本、ありがとうございます。